ゲーム用 HMD の例ヘッドマウントディスプレイは頭部に装着するディスプレイ装置のことである。両目、単眼に大別され目を完全に覆う、非等化型や等化型といったタイプがある。3D、2D にも分類できる。1968年バーチャルリアリティの先駆者であるアイバン・サザランドによって開発された。通常、 目の疲労を抑えるためになるべく遠くに結造した像を形成するようにする。これによって眼性疲労を抑えることができる。左右の目に違う映像を映し出すことも眼球の複層角と焦点距離に差が出るため、この場合も眼性疲労の原因となる。外の世界を完全に見えなくし、ヘッドホンと併用して視覚、聴覚を制御できるようにすればより完全に近い。 バーチャルリアリティを実現できる。従来のディスプレイが装置に視線を向けなければならないのに対し、このディスプレイはその必要がない。また、帽子やメガネの形をしているため、持ち運びに便利でいつでも利用することができる。小型のディスプレイを利用するため非常に省電力である。特に仮想的な大型ディスプレイを形成した時には、かなりの省エネルギー効果を生み出す。 ただし、複数人で共通のディスプレイを見ることはできないため、共通の映像を鑑賞する場合にはあまり意味がない。民生用 HMD は1990年代に各メーカーから発売され始めた。スマートフォンが普及した2010年頃には、スマートフォンをセットして、画面を利用する形状のゴーグルも普及するようになり、段ボールなどで自作することも可能なほか、安価な自作キットも販売されている。 ウェアラブルコンピュータのディスプレイ装置や、スポーツ、医療など幅広く利用されている。ヘッドマウンテッドディスプレイ、マウンテッドソルジャーシステムを装備したアメリカ陸軍の戦車兵アメリカ海軍で利用される VR パラシュート訓練機アメリカ陸軍の VR、射撃訓練装置アメリカ軍など一部の軍では、戦闘機で使用するヘッドアップディスプレイの代替として実用化がされているが、 ヘルメットの重量増加によるパイロットへの負担が懸念されている。したがって、戦闘機用ヘッドマウンテッドディスプレイの開発においては必要な性能を満たしつつも重量増加をどれだけ抑えられるかが課題だった。その後、カーボンファイバーの加工技術が発達したため非常に軽量なヘルメットが開発されているがその分コストが問題となっている。訓練用としては パラシュートや射撃の訓練において、屋内でも多彩な状況を再現するために使われている。不評部隊の情報支援への応用などが考えられている。また、航空機の俯瞰視点による操縦を実現する手段としても期待されている。フィクションの世界では、1983年に映画ブルーサンダー中ですでに登場していた。 ヘッドマウンテッドディスプレイにヘッドトラッキングの技術を組み合わせ、顔の向きに合わせて映像。1990年代半ばには初期のブームがあり、市販されたものとしては最初期の一つであるホルテ VFX-1 などの商品や、1994年からセガのテーマパークである横浜ジョイポリスにて運営されていた VR。しかし、1990年代に、 リリースされた VR 用ヘッドマウンテッドディスプレイはいずれも個人で購入するにはあまりに高価であったり、あるいは専用のアミューズメント施設まで足を運ばなければ体験できなかったりと遊ぶためのハードルが高く、また VR を表現するハードウェアの性能も十分でなかったために魅力にも乏しかった。さらにハードウェアの応答性能の不足やノウハウの不十分さにより、 感覚と視界がずれて乗り物酔いのような症状を呈する 3D 酔いなど健康面への問題も露呈した。1990年代のブームは多くのユーザーや投資家の間に失望感を広めたまま失敗に終わり、こうした技術はその後20年間ほどは注目されないものとなっていた。その後技術の向上によって従来の問題点がある程度克服されジャイロセンサーや 加速度センサーを搭載したスマートフォンが普及するようになると2010年代には VR に関連したヘッドマウンテッドディスプレイが個人での購入が可能な価格帯で相次いで市販されることが発表され再び注目されるようになったクラウドファンディングのキックスターターに登場し話題となったオクルスリフトは同じくキックスターターで話題となったトレッドミルの バーチックスオムニを組み合わせることで VR 体験も可能となっている。また、モーションコントローラー、レーザーハイドラやショックフィードバック付きの多感覚スーツ、アーイグもキクスタター上で発表されており、これらを組み合わせることでより没入感を高めた VR 体験が期待できる。この他にも、見とめはサングラススタイルで軽量化を図っている NVIDIA のニア。 アイライトフィールドディスプレイズや過去の映像と現在の映像をシームレスに融合することで新たな VR 体系を可能にしたソニーのプロトタイプ SR など様々なシーンを想定したものが発表された。こうした VR 対応の HMD が次々と発売された2016年は VR 元年などと呼ばれメディアでも注目を集めることとなった。特に同年10月に登場した プレイステーション4用の VR デバイス、プレイステーション VR により、VR ゲームの本格的な普及が期待された。また、同年には、ヘッドマウンテッドディスプレイを用いた、VR エンターテインメントコンテンツの体験ができる、実験施設を、バンダイナムコが、期間限定で開設しており、アミューズメント施設をはじめとした、様々な施設での展開も想定されている。 中華人民共和国では、法執行を効率化することから警察向けにも実用化されており、2017年に中国公安部によって顔認証システムを搭載したスマートグラスと共に開発が決定され、戦闘機用ヘッドマウンテッドディスプレイを軽量化した技術で人工知能と拡張現実技術や 5G 通信などの機能を統合したスマートヘルメットが採用されている。 中国本土におけるコロナウイルス感染症の流行の際は市民の体温監視にもこのスマートヘルメットが警察で使用された。市場に登場した当初は狭い部屋でも大型 TV に匹敵する臨場感が味わえると話題になったが、ほどなく下記の短所、欠点が問題となり売り上げは低迷した。ゴーグル型テレビ、グラステレビなど色々な呼び名があるが明確に主流となった呼び名は 未だない。従来の内視鏡手術では、スコピストによる支援が必要だったが、ジャイロセンサーを備えたヘッドマウンテッドディスプレイを使用した手術支援ロボットにより、術者、患者双方の負担が軽減されるようになった。SF 作品を中心に、数多くの作品で登場している。登場人物の表情を描写する都合からか、 片眼鏡型で通信用ヘッドセットに付随しているものが多い。投影される情報は敵との距離や武器の残弾、照準などである。ゲーム機主なヘッドマウントディスプレイ。ありがとうございます。